皆さんこんにちは、遠藤るかです。遠藤るかのるかチューブ始まりまーす。アイカツのですね、ウェハースを開封していきたいと思います。こちらは全25種あるのですが、フォトカツコレクションが11種、ストーリーコレクションが8種、マガジンコレクションが2種、スペシャルコレクションが4種で合計25種となっております。こちらね、個人的にはですね、あかりちゃんの瀬名翼さんと一緒に出ているカードがあるんですよ。それを私は当てたいのですよ。フォトカツコレクションのやつも欲しいのですが、フォトカツコレクションはですね、フォトカツはですね、もうサービスは終了しているのですが、こうしてカードとして残っているので私はとっても嬉しいです。このストーリーコレクションの瀬名翼とあかりちゃんのカードを目指して開けていきたいと思います。あ、10個開けていきます。まず1つ目、開けさせていただきます。何が出るかな。はい、お、ジュリちゃん、グラシアス、つまりありがとう、ジュリちゃん来てくれましたね。2つ目、何が出るかな、何が出るかな、いきます、せーの、ドン。お、これはピュアパレット、もうハローフレンズ、ありがとう。アイカツフレンズのですね、キャラクターですね。見てください、アイネちゃんの笑顔。もうアニメ見てて毎回思うんですけど、アイネちゃんのポジティブさが本当に素晴らしいですよね。ミオちゃんもミオちゃんで悩んだりとかもありますけれども、とっても2人は最高のフレンズだと思います。それでは残り8個は開けた状態で開封していきたいと思います。8個全部開けたので、ここからダダダと紹介していきたいと思います。私の欲しいカードはまだ出ておりません。楽しみです。3つ目、でん、お、ランちゃん、ありがとう。スパイシーアゲハですね。もうセクシータイプですよ。なんだろう、もうモデルさんなんですけど、ギャップがあるお姉さん。セクシータイプでいうと、この先ほど出たジュリちゃんもセクシータイプなんですけれども、セクシーだけどそれぞれで違うので、もうランちゃんはランちゃんの良さがあり、ジュリちゃんはジュリちゃんの良さがある。いや、もう本当にもうありがとうございます。それ以上ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。次いきます。4つ目、見えますか、さくやちゃんとかくやちゃんです。曲も強いんですよ、ほんと。あのね、まだ見てない方にはぜひ見てほしいです。5つ目、ドゥン、あ、リサちゃんだ、ドーリーデビルのブランドのリサちゃんです。北海道から出てきてるアイドルなんですけど、正確に言うと北海道のアイドルなんですけれども、いや、もう顔が好き、いや、もうそれに尽きる。いや、本当に顔が好き。6個目、ドゥン、はっ、ののちゃん、これもうタイミングやばくないですか。タイミング2人揃いましたよ。だって本当に素晴らしいですよ。もう2人出ると思わなかったな。でもそういうこともあるってことですもんね。7個目、裏にアイカツしか書いてないけど、何これ。あ、スミレちゃん、これさ、スペシャルコレクションじゃない。え、そうだよね。いや、違うのかな、え、違うのかな、え、でもこれ裏面はですね、このアイ
射して見えない。アイカツと書いてあって。それ以外のやつはですね、今まではそのブランドのご紹介だったりとか、アニメのねちょっと説明だったりとか書いてあるんですけど、これもただただアイカツ。いやー、切ない表情してるすみれちゃんめっちゃ可愛い。どこに飾ろう。すみれちゃんは本当いろんな思い出がありまして、アニメでも本当にありまして、いやーちょっと泣きそうになってる。ありがとうございます。ありがとうすみれちゃん。8個目でん飛ぶったー。ラスト2個になりました。あっという間ですね。それでは9個目開けたいと思います。でん、なんだ、またアイカツって書いてあるぞ。いちごちゃんがいる。あと葵ちゃんとゆりか様もいる。これもうなんかスペシャルでしかない。もう3人とも強いですよね。もう強いキャラしかいない。葵ちゃんのセリフを借りるならば、本当に穏やかじゃない。ラスト開けたいと思います。ラスト、私が欲しいやつ、セナツバとあかりさんの二人のやつ出たい。ラスト出た。何が出た。うわー出た。ありがとう、アイドルの力。いやー嬉しい。どうしよう。ありがとうございます。これちゃんと見せますね。もう私が欲しかったカードでございます。デザイナーの瀬名さんと出会えて、あかりちゃんは成長しましたし、瀬名さんもあかりちゃんと出会って成長しましたし、本当相乗効果で2人頑張りました。いや嬉しい。最後の最後で出た。こちらは大切に大切に飾らせていき、ここで噛む、飾らせていただきたいと思います。これがアイドルの力だなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、遠藤るかでした。バイバイ。